皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回はね、ついにこの時が来ました。今回はクローゼット紹介をしていきたいと思います。私はね、クローゼットってウォークインっていう形なんですけど、まあウォークインクローゼットって言うんだけどね、クローゼットですよ、はい、一応ちょっと 歩ける広さっていう、歩ける広さのクローゼットって、はい、パーンじゃないんですよ。そうなんですよ一応扉になってて、そうこの家をね、建てる時に、はい、ママがどうしてすごいウォークインクローゼットに憧れてて、そうなの、まあ、設計してもらったの。いいの、ママが使うって、それがいつの間にかしほちゃんたちが使うようになってしまったというオチでございますまあいいんですけどね、まあいいんですよ、いいんですよはい、はい、ということで今までね、でも1回だけね、公開したことあるよね。すごい昔だけど、うん、でもあんま変わってないけどね。まあ洋服は変わってるけど、やっぱ成長するので、成長するんで、かけ方とかは全然変わってないよね。はい、変わってません。はい、ということでちょっと最近暑くなってきて、もう衣替えしちゃったので、はい、もうそれに合わせて一回ね、紹介しちゃおうかなと思います。はい、行きます。ついに、いいんですか。いいんですよ。はい、行きます。行きます。じゃじゃーん、ちょっとね、暗かったらすいません。一応明るくしてるつもりなんだけど。こんな感じでーす。はーい、全体的に見ると、まあ、こんな感じ。こっちまで映ってますね。どうかな。全部はやっぱね、一度には映んないんだよね。で、こんな感じ。まあでも大体わかるかもしれない。で、ここにね、窓もちゃんとついてるんですよ、ここ。そうなんです。で、これこう半分開くようになってますね。はい、まあ、そうは見せられないんですけど。そうだね、ここにはまあ、携帯があるよ。まあ今置いたんだよね。今置いた。で、これ毛玉取り。はい。こんな感じですね。はい。で、どうなの？紹介します。そうですね。じゃあさっと。私はこっちとこっちに分かれてるんですけど、はい。はい、こっちは主にお揃いの服です。うんうん、そうだね。ここは主に2着ずつこうかかってるんですけど、はい、一応色別にしてて、うん、白、黒、うん、水色、ピンク。うんここはもう一見赤、黄色とか、うんうん、もう全然ない、はい、結構またここワンピースとか長いコーナー、うんうん、はい、一応色別に分けてるつもりなんですけど、ね、あとちょっとね、サイズアウトして一人分しかない洋服もあるね。こっちですね。あ、こっちなんだ。こっちは主に学校用というか、あ、そうだね、一人分しかないやつ、うん、で上が志保ちゃんでしょ。上が志保で下がりみ、下がりみちゃんね。上届かないって言って、そうだよねって感じで、学校の時はもう こっち側はメインだよね。はい、選んでます。そうですね。でちょっとだいぶね、衣替えするにあたり、もう着れなくなっちゃったツンツル点とか、汚れがすごいシミが出てるとか、全部処分しちゃったので、今ちょっと、はい、あんまないね。ないですよね、あんまり。で最近ね、買い物も全然行ってないので、そろそろちょっとネットかなんかで洋服ね、はい、見てみましょう。はい、今月ね、週に1回学校行くんですよ、3日間ぐらい。何着てくってな、みんなまだみんな長袖かもしれないじゃん。私だけ半袖はちょっとなと思ってまあでも半袖もいそうな気がするけどね。まあでもその行く時の気温とかにもよるんじゃない。そうだね、うん、まあいいや、その話は。はいで、あと何紹介すればいいんだろう、ね、この辺は、ね、この辺はベルトと、そうですね、上着が結構あります。長袖の上着がちょっとね、かけときたいやつがちょっとあって、はい、そうですね。でこれがベルトたち、ベルトか、これ一応ベルトかけなの、100均で売ってるね。100均で買ったベルトかけで、うん、すで、浴衣が長いのが、はい、で、ここがこれは、帽子とカバンが入ってて、よく使う感じで、はい、向こうにかけられないそうカバンとかをここに入れてます。帽子とかね。ここはね、あ、主にカチューシャ入れなんですけど、ここにこうかけて、カチューシャ。だいたい2個ずつあるんだよね、これね。そうなんですよ。最近使ってなくて。そうだね、最近あんま使えてないけどね。はい。はい、で、あとちょっと順番がぐちゃぐちゃなんですけど、この辺にまあこれちょっとルーターがあってで、ここにぬいぐるみたちがぎっしりと詰まってて、この上が物置って物入れ、はい、布団使わなくていい布団とか、あとこの、はい、このちっちゃい箱はディズニーのカチューシャとか帽子とか
が入ってます。あんま日頃使わないけど取っときたいやつだよね。今年も本当はディズニー行くことだったんですよそうなんです。でしばらく行けないかなと思ってもしまっちゃいましたね。しまっちゃいました。でこっちは何入れたっけ。洋服。あ、違う、バッグだよ。あまり使わないバッグを上に入れました。で下ののはまだちょっと空です。なんか入れられるように。はい、こんな感じかな。こんな感じですね。であと下は、まあ、これはちょっと100均でママが緑をつく、はい、ママ緑つくの好きなんでこう至るとこにある緑はママが勝手に置いてるだけなんででここが制服の時、ちょっとね夏用の制服もちょっと変えたら買おうかなっていうね、思ってますね。あのうち冬用しか持ってない。そうなんですよ、冬用の制服しか持ってなくてね。はい、でここがハンガーですね。ほぼ黒セリア。このなんかこう滑らない、これが一番好きなんだけど、これはセリアで買ってます。この白も、はい、でこれもセリアです。このスカートピンクと白 の。でこっちの針、あ、何、こっちの金属っぽいやつがダイソー。ママはこっちの方が好きなんだけど、しょうちゃんこっちの方が好きなんだよね。はい、こんな感じかな。でここに防災のメスがあります。そうそう、新しくすぐ取れるようにここにね、はい、置いてます。で下はね、以前ね、あの部屋に敷いてたマットなんだけど、絨毯の、うん、もったいないのでね、またいつか使うときに置いてます。はい、これぐらい案外ね。あ、じゃあこの辺の棚とかちょっとだけ消化しとく。まあ、ここ前も見たんだけど、ここは学校用の、これがナプキンで給食袋、うん、給食袋で2番目がハンカチですね。ハンカチで一応なんかリミとショーと分かれてるらしい。こっちが私なんですよ。はい、でこのキャラが多い、キャラクターが多い方がリミちゃんかな。そうですね。私で後ろがまあポケットとかも使ってないみたいな、ね、うん、はい。3段目がティッシュとマスク、はい、こっちがマスクでこっちがティッシュで、まあ、奥はマスク、マスク、あ、ウエットティッシュ、マスクとウエットティッシュとかね。はい、こんな感じで入ってます。はい、まあ、この辺はこれなんだっけ、あ、カッパと雑巾と予備の体操服。はい、でこっちが、あ、エプロンと三角巾と、はい、なんか運動会の時に使った湿らせると涼しい、すっごい涼しいスースータオルなんだけど、100均で買ったから、そうダイソーで買いました。そんな涼しくないかなみたいな感じだけど、去年の運動会でめっちゃ使ったんだけど、今年は運動会ないんで、わかんない。でもあるかもしれない、2学期に。2学期、噂では2学期にやるっていう噂だからね。楽しみだな私ね、今回リレー戦狙ってるんですけど、あーね、今どうかな、みんな多分ゲームしてて多分体力落ちてると思うんで。いや、あなたもよ一緒だから、あなた別に外出てないから一緒だからね。だから、あ、そっか、そうだよ、私も落ちてんだ。そうです、一緒ですそっか、じゃダメだね。うん、はい、まあ、この辺はパジャマ。パジャマですね。あ、違う、こっち水着だ。これ夏用の、まあ、今年海もね、プールも行けない、プールもないでしょ、学校からないってすれば来たわ、今年のプールはありませんって。え、違う、え、夏休みにプールに行きたかったんだけど、うん、あ、でも夏休みはなさそうじゃない。そうだね、夏休み潰れるっていう。でも今のところ半分ぐらいはありそうだよ、夏休み、今の予定だけどね、わかんないけど。で下がパジャマです、この辺、はい、こんな感じで、この辺はちょっと下着とか靴下とかちょっと短パン系、ここは何も入ってないです多分。でここが一応まあなんか長袖がちょっと入ってて、あと真ん中にラインパンツとか、まあ、夏でも履けそうなパンツ類、ズボン類、はい、ジーパンとかが入ってるそうです。はい、しょうちゃんたちがやってくれました。こんな感じ、結構開けなかったね、めっちゃ終わっちゃったすぐに終わっちゃったね。ね。こんな感じ？こんな感じだと。あとなんかさ、じゃあなんだっけ、前さなんかリクエストでさ、うん、どこで買ったかとかが知りたいとかあったから、適当にじゃあこのラインだけどこで買ったかさーっと言ってみる？この辺。いいよ、分かった。この辺ぐらいから。これアルジーで買いました。これ島村です。で中になんか T シャツがついてて、あ、セットだった。T シャツあります。あ、T シャツこっち？あ、そうそうそう、この T シャツの上にこれがそうね、セットアップで売ってて、そうです、ね、これいいよね、しまむらです。しまむらです、はい、で、これがピンクラテ。そうですね、これめっちゃ安くて、これ 70% オフだったんだよね。そう、めっちゃ安くて、これは何、なんだろうこれは、なんか近くのなんかショッピングセンターみたいなところで買った気がする。
これがあれだ、 H&M。 はい、ね、こちらは去年いっぱい来たと思う。そうそうそう、今年入るか分かんないよね。だよねこれも H&M ですね。これピンクラテですね。これピンクラテ、うん、これこれこれも、え、なんかのコラボじゃなかった？コラボだったよね。なんだっけね、これ。え、どことコラボだっけ。え、でも私去年ピンクラテめっちゃ言ったじゃん。ピンクラテ違う、あ、ラブトキだ。ラブトキ、ラブトキとチャンピオンのコラボだ。へえ、そうですね。これがアルジで、これピンクラテ、ピンクラテ、ピンクラテ、これ島村だった時。あ、これ島村だ。で、これが、あ、懐かしい、ジュエルナ。これ結構前から来てるよ ね、 そうですね。これお気に入りなのね。お気に入りなの。あ、でこれリミバージョンの、さっきなんだっけ、ラブトキか、ラブトキのコラボね。でこれがリミバージョン、はい、これ島村リミバージョンこれはこれイングファーストで、あ、イングファーストだ。お揃いで、うん、去年来たね。懐かしい。でこれイングで、あ、これイングね、かわいいよね。で、え、これはウィゴーで買って、うん、これはイングファーストで買った。そうだね、ブラウス、あー、あー、買ったやつで、そうだね、こっち、これもイングファースト。そうだね、イングファースト、イングファースト、で、これはウーム T シャツはい、で、これはこれ私どこで買ったか聞いてないの。あ、これあれだ、ユニクロだ。ユニクロ、これ友達6人でお揃いなんだよね。うん、そうなんです。幼稚園のお友達と兄弟、みんなね、同じ2つ差で、下も上も同じ学年で、はい、そう、6人でね、同じ洋服着たよね。去年だよ ね、 サプライズされたんですよ。サプライズでね、今日この服着るって言ったら、あー、私着るって言って言ったら、そうそうそう、もうみんな同じっていう面白い。親がちょっとサプライズをかけました。面白かったで、あとこれが、これがウィゴーで買ったやつで、これはあ、これがアベイルです。アベイルだね。そうそう、あの、あ、チェックのブラウスとセットだった。そうですね、セットアップで2点付きで、うんうん、で、これもまたこれもイゴ、イゴで、さっきあったよね。あれ、さっきとバラバラ、まあ一緒だけどバラバラにちょっとなってますね。まあそういう時もあります。そういう時もあります、あります。これはこれネットな気がする。あ、そうだね、これネットだ。ネットですよね。ネットのどこだか忘れちゃったけどね、去年ネットで、はい、ママがこれね、これよくない。あ、そうだ、これ去年ママが買ったんだ、ネットで次で、これが H&M で買ったやつ。ああ、そうだね、 H&M で買ったやつ。これお祭りに来てった思い出だよね。そうだね。で、これがイングファーストで、これ本当に水族館の思い出しかない。ああ、そうだね。でもこれあれじゃん、あのウームの宣材写真を撮るときさ、一応これも来たんだよ ね、 あまり取り上げられてないけど、もう一個の洋服の方ばっかり、こっちだよね、こっちだよね。あ、そうそうそう、こっちの洋服ばっかり取り上げられてて、こっちちょっとなんかないんだけどね。こっちも一応来たよね。一応来たんです。懐かしい。あ、で、これはこれ島村です。何気に、でもこれよく聞かれるんだよね、かわいいね、どこで買ったのって。本当島村なんですよ。でも島村なんだよね。そうなんですよ。意外だね、うん、次にこれも島村で、さっきのセットアップ、ね、あ、そうそう、さっきのセットアップの中はね、半袖だしいよね。で、寒くなったらあれをちょっと羽織るみたいな、ね、いいよね。次にこれがピンクラテで買って、懐かしい。見てください、これ。あ、そうそう、もうやばいね、これね。これまだこうすれば見えないんで、まあね、まだいいんですけど、はい、これ完全に取れたもん、あれ、リミのなんかあっちにあった気がする。あとだ、あと、リミの方で、こっちじゃない、これお揃いなの、ね、これお揃いなんで、はい、こんな感じ。これはね、うん、あの、言ってよね、この服で、あ、どこだっけ、あれ、あの、ノエノンちゃんたちと、そう、あの、アトラク、あの、なんかめっちゃ怖いとこ行った。そう忘れちゃったね。あの、バーベキューしてるの、バーベキューしたね。え、これがイングで買ったやつ、うん、あ、これイングか、これさっきのあのベストと一緒のやつです。ブラウスでね、はい、これがピンクラテで買ったやつ。あ、これピンクラテで買いましたね、うん、ちょっと汚れてて、そうだね、ちょっともう迷い中だけど、ちょっとサイズもね、はい、小さめなんだよね、これね。そうなんですね、うん、まあまだ着れなくはないけどね。これウィゴーで買ったベスト。ベスト、なんか1個しかないね。ね、もう1個あるはずなのにね。あれ、これこの前来たのかな。来たのかも。ちょっとね、着たばっかりのやつはないんですよね。そうなんですよ、洗濯で、洗濯中とかがあって。あと、ここ襟ゾーン。あ、襟ゾーン、襟だけ、あ、結構あるね、襟だけね、はい、はい、こんな感じですね。持
これぐらい上だけでいい下はいいか下はいいか下は下はあんまりなんだろう下全然覚えてない下覚えてないことが多いこれとかはジェニーじゃなかったああなかった、ね、ジェニー、うん、ジェニーだよねうん違うでこれがラブトキのあの上と一緒に買ったあのね、うん、チャンピオンのコラボの T シャツとか、T シャツとかあとなんだろうこれラブトキだよねきっと懐かしいこのライン懐かしい ね、うん、これラブトキだよねきっとかな結構前もう2年ぐらい前かなに買ったよね懐かしい買ったよねこれフォーエバー21で、ね、あの閉店セールの時に超安く買ったやつめっちゃ安かったよね、うんでこれあれだよねあの宣材写真の時にでもこれねどこで買ったなんかね多分そう洋華堂その辺だったと思いますもうめっちゃマイナーなとこで買いました、はい、そういう服もあります結構あこれ選ぶ時だねさっきのしあ離れてるけどこれとこれ一緒で色別に分けてるんでそっかそっかでこれがあそうお友達とその何さっきお揃いでユニクロの上買った時にこっちだと思うあこっちかそうだこれだこっちだこっちがこっちがお友達とお揃いの下えこれもユニクロうんこれはユニクロじゃないのこれはユニクロじゃないなんかね、うん、多分これも洋華堂とかそういうマイナーなお店で買った気がしますそうですそうですこっちは GU だこれ GU あー GU だの GU で買ったよねチッパチャップスのデーあそうそうそうチッパチャップスと一緒に買ったうん GU この服結構好きだったんですよ、うん、私め去年めっちゃ来たよね学校に来てたこれ来た学校によく来てたでこれがいいいいよでこれが福袋で買った福袋で買ったジディっていうとこのはいこの福袋前回買ってよかったうんそう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 前回も今年も買ったよねはいはい次にこの花柄のスカートもこれ幼稚園からあった気がする洋華堂とかそういうマイナーなところかもしれないけどこれ幼稚園からだったでもだいぶ前からあるよね幼稚園からあったよね、うん、これ何年ももうよ5年ぐらいやばいよね5年ぐらい経ってるよね経ってるこれやばでこの辺がやっとなんかウイゴで買ったウイゴとかあと原宿とかこれがピンクラテ、 で買ったズボンでこれ島村だよねでもね結構いい感じのしっかりした生地でねこれはこれジュエルナ懐かしい原宿のジュエルナえこれ違うあ違う福袋か福袋に入ってたやつだでこれはこれも島村かなはい結構島村多いこれも島村で制服の下で入ってたやつ下これなんだっけこれも福袋イングファースト福袋、うん、イングファーストの福袋で両方とも入ってた、うん、リミでリミの、まね、あまだそうリミ履いてないんだよね履いてないっていう私結構学校に入ってたんだけどそうだねこれはイオンで買ったやつ。はい。これ汚いんですけど、これピンクラテ。白いからちょっと汚れがね。これも多分島村だと思う。でもこれ履いてないね、今ね。履いてないね。こんな感じで、ほとんど、はい。島村とか、なんかあんまり、なんか紹介する。これ島村なんでしょ、うん。あんまね、なんか紹介するようなとこで買ってないから、恥ずかしいんですけどね。そうですね。島村、うん、そうですね。うん。しほちゃんの洋服はまだあれかな、紹介できるようなとこで買ってる？そうでもないね。これ島村でしょ？そうそうそう、浴衣も島村です。そうでしょ？で、これアベイルでしょ？アベイルでしょ？で、これ中古屋さんでしょ？あ、そう、でも一応メーカーはザラですね。そうなんだけど、一応中古屋さんで買って、うんうん、で、これはアルジーで買って、これも島村だね。前紹介したよね。これ原宿そう、これ原宿のお店で買ったやつ。そうですね。はい。これも島村だよね、チャンピオン。これも島村かな？島村だった気がする。これイオンだよね。あ、これイオンだ、イオン。これイオンで買いました。はい。で、それはこれ中古屋さんで買ったやつ。でもこれもクールで本当に。イングだ、イング。でもイングなんだよね、一応メーカーは。メーカーイングなんだ。これ一番シンプルで翔ちゃん好きなの。シンプルで大好きなやつ。何にでも合うじゃん。そう、何にでも合うやつね。これ覚えてないな。これ1年生の時から多分これも中古屋だと思う。だいぶ前。これ1年生の時からそうだよね。だからもう5年か4年ぐらい、ね。思い出で撮っといてって。そうだね。多分着ないと思うんですけど、なんか思い出だね。思い出だね。うん。ウーム。はい、はい、これアベイル、これアベイルだね、アベイルだった気がする。これピンクラテ、ピンクラテで、これがウィゴーで
これがピンクラテ。ピンクラテ。え、こっちも行く？行か。こっち行か。もうあとはもう本当一緒だね。だいたいみんな。だいたいもう。こんな感じだよ。ピンクラテが多いねやっぱね。なんだかんだ言って。まあウィゴーもね最近冬服がウィゴー多かったのかな。多かった。ね夏服は。ピンクラテ。ピンクラテか島村が多いかな。私イングファースト好きだった。そうイングファースト潰れちゃったからね。ネットしかないね今。あとジュエルナも潰れちゃった。好きだったんだよ ね、 多分ね私。それぐらいしかでも買ってないね服ね。そうだね。まあ、島村最強ということで。島村最強ということで終わりたいと思います。はい。またねちょっとねあの最近本当夏服買えてないので、はいまあ、ネット通販とかねして洋服増えたらまた紹介したいと思います。はい、はい、ということで今回はね、うん、クローゼット紹介してみました。はい、それではバイバーイ。